今日は未来を表す現在進行形について学んでいきます。現在進行形は B 動詞プラス動詞の ING 形で、主語が I の時 I'm 何々 ING となります。この現在進行形を使ってすでに準備や手配をしている予定について表現することができます。例えば、私は今日の午後出発しますという時は I'm leaving this afternoon となります。現在進行形は今何々しているという意味だけでなく、未来を表現する時にも使われるということをぜひ覚えておきましょう。では、私は来週友達の家に行きますという時はどうすればいいでしょうか。友達の家に行くは visit my friend です。同じように現在進行形を使って I'm visiting my friend next week となります。では発音練習してみましょう。現在進行形の最後の G をほとんど聞こえないくらい弱く Leaving, visiting と発音するのがポイントです。私は今日の午後出発します。 I'm leaving this afternoon。 私は来週友達の家に行きます。 I'm visiting my friend next week。いかがでしたか？ Be going to との違いなど詳しい解説については概要欄のリンクからご覧ください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。